海大戦中の1940年2月16日、当時中立だったノルウェーの領海を舞台にイギリスとドイツ国の間で発生した軍事衝突。イギリス海軍によって行われた大掛かりな異常攻撃の最後のものである。1940年2月にドイツのタンカーアルトマルクは299名の捕虜と共にドイツに戻りつつあった。 戦場の捕虜はドイッチュラント急走交換アドミラルグラーフシュペーの通称破壊活動によって沈められた商船から収容されたイギリスの船員だった。南大西洋からドイツに帰る途中、アルトマルクはノルウェーの領海を通過した。ノルウェー関係による調査は2月15日に3回にわたって行われた。 ノルウェーの士官は船に乗り込んで大まかな捜索を行い、ドイツの乗員は、動船が全く商業的な目的で運航していると約束した。最初の調査は、水雷艇トリッグによってラインソイ島沖で行われ、次に、ソグネフィヨルドで水雷艇、SNGG により、そして最後は、ハジェルトフィヨルドにおいて、カルステンタンクニール船艇徳と駆逐艦ガルムによって、 非公式に行われた。三回目の調査の後、アルトマルクは、魚雷艇、スカーブとキエル、及び巡視艇ファーンの護衛によって南方へ誘導された。伝えられるところでは、イギリスの捕虜は戦争に閉じ込められていたが、大声で叫んだり船の側壁を叩いたり、懸命に合図を送ろうとしたので、ドイツの乗組員はウインチを動かすことなどによって、 その音を書き消さなければならなかったという。しかし、ノルウェーの捜索隊は戦争まで調べに入ることはなく、船はそのまま通行を許された。アルトマルクは同じ日、エーゲルスンでイギリス空軍機に発見され、直ちに海軍に通報された。駆逐艦コサックによって阻止されそうになった。アルトマルクはイエッシングフィヨルドに避難した。しかしコサックは、 その翌日にその後を追い、節原を強要した。イギリス側は2月16日22時20分に、アルトマルクに乗り込み、乗組員を圧倒して7名を殺害の末、捕虜を解放した。コサックは2月17日の真夜中過ぎに、イエッシングフィオルドを退去した。ノルウェーの護衛艦は抗議したが、介入はしなかった。ノルウェー政府によって、 後に出された公式見解は国際条約によれば中立国は圧倒的に優勢な力に対する抵抗の義務は負っていないというものだった。ノルウェー人は中立の侵害に対して憤き通ったがヨーロッパの戦争に巻き込まれることも望んでいなかった。しかしアルトマルク号事件は連合国にもドイツにも同様にノルウェーの中立に対する懸念を植え付けるものだった。 両側とのノルウェーに対して軍事力を行使する非常時計画があった。その主たる目的は戦争初期にドイツ軍需産業が依存していたスウェーデンの鉄鉱石の輸送路の確保であった。アルトマルク号事件によってヒトラーは連合国がノルウェーの中立を尊重しないことを確信した。2月19日ヒトラーは デンマークとノルウェーの占領を目的とするベーザー演習作戦の推進を決定した。作戦は1940年4月9日に実施された。アルトマルク号事件は、まやかし戦争の期間、束の間であるが、イギリスにとって切実に必要とされていた、指揮公用の効果をもたらした。また、ドイツに占領されたノルウェーに対して、 戦争期間を通じて長続きする宣伝効果を持った。ノルウェー大独協力政府は、彼らの別称である、首スリングを打ち消すために、この衝突のあった場所、イエッシングフィヨルドから、親連合国、ハンナツスのものを指す、イエッシングという別称を作り出したが、この言葉は、一般大衆によって、直ちに好意的な言葉として使われ始め、目論見みは逆効果となった。 そのため1943年には、公の場での使用が禁止された。BBC ホーム、ザラストボーディングアクションオブザロイヤルネイビービーはティラー、ザルーロブローインインターナショナルアフェアーズ、ページ215。ありがとうございます。